大サギナイ内藤大白と内藤は、1918年創業の完成園が1959年から発売している、中国を代表するキャンディーである。大白うさぎ内藤は、白いミルク味のソフトキャンディーで、包み紙には、マスコットの白ウサギが描かれている。原料は、コーンスターチ、コーンシロップ、砂糖キビ、バター、牛乳などとなっている。 大城ギナイトーの前身は ABC ミッキーマウスキャンディであり、上海の ABC 東華賞のオーナーである漂白がイギリスのミルクキャンディを参考にして製品化された。竜の力魚が液体グルコース、白桃、チ,チチコ、凝縮乳、その他の原材料を使用して製法を開発し、1943年から上海において手作業で製造された。 漂白は当時上海の子供たちの間でミッキーマウスの漫画が非常に人気があることを知り赤いミッキーマウスのワックスペーパーパッケージをデザインして ABC ミッキーマウスキャンディと名付けた ABC 投下賞は1956年に国有化され愛民投下賞に改名されたミッキーマウスのデザインは外国にこびて好ましくないとされたため 上海美術設計講師は新しい白ウサギのパッケージをデザインし、大白ウサギナイトとして発売した。1950年代後半、小茂優はこの製法を調整し、粉ミルク、クリーム、凝縮乳の比率を変更。味を濃くすることで、より大衆向けのものとした。このレシピは現在に至るまでほとんど変更されていない。1976年の国有企業の 再編過程で、愛民投下賞は同じく、上海の完成園と統合された。現在年間国内の売り上げは146億元に上り、50ほどの国や地域に輸出されている。ありがとうございます。